探偵さん、人を探しています。50代女性で服装はノーブラ、パンツは黒のレースか小さいリボン付きの白で、笑顔がとびきり可愛い面白美女です。もし見かけたら未来の旦那が探してると伝えてください。テレレレテレレレレレプシク。それはもしかして小森メトさんじゃないですか。ごめん、今眠らされてた。え、やばい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 。え、犯人見つかったっぽい？記憶飛んでた。なんか眠らされてたっぽい。人違いです。え、いいマッチングしたと思ったんだけどな。違った？別に違った？もしかして別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。依頼のことマッチングって呼んでんの？うん、マッチングって呼んでる。みさん50歳なの意外と知らん人多いんやな。まあその設定だよって言ってるだけですよ。あんまり公には言ってないからね。みんなでなんか結構前に、じゃあもうこれ設定ってことにして、もう50歳を設定にしようって言って決めただけだからね。そうなんで、あんまりね知らない人いんだよね。そう、彼氏3人いるとかね。知ってた？メトなりのルールがあって、メトは設定で50歳で彼氏は3人までっていう。最低。ちなみに彼氏はガチでいる。もう本当にもう本当に申し訳ないけどガチでいる。本当申し訳ないけどガチでいる。ガチでいる。だからもう本当に本当ダメ、本当ダメ、本当本当ダメだよ、本当ダメ。この前彼氏と歩いてるの見と。危ない、危ない。エビ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 。